あ、どうですか、化粧っぽいですね、今。そうです。はい。普段はあまり見せしない撮影前のメイクシーンからお届けする今回のテーマはメインズメイク。実は男性コスメ市場はここ数年右肩上がりに拡大していて過去最高を更新中。メンズメイクの専門誌も登場するほど今盛り上がりを見せているんです。僕はやっぱりこういう撮影とかライブとかの前はするんですけど、もう最近興味めちゃくちゃあって、あの僕の地元の友達も結構デートとかにちょっとメイクしてる子たちがいて、え、メイクすんのって言って本当にびっくりしたんですけど、そんな今時のメンズメイク事情を早速調査です。まずはトレンド雑貨を扱う梅田ロフトで最近のメンズコスメをチェック。こちらがメンズコスメの売り場となっております。はい、この辺り全部ですか？そうですね、あちらの、壁面のところからこちらが全てメンズコスメの売り場となっております。めっちゃありますね。あれ、これってあのギャツビーって制圧量で有名な、え、ギャツビーがそのコスメ出してはるんですか？そうなんです、あの去年の秋口からこちら新しく出た商品となっておりまして、そのメンズメイクのものに加えてスキンケアのものも新たに出ているという形。スキンケアまであるんですか？はい、なっております。今各メーカーから次々と新しいメンズブランドが発売されていて、女性の化粧品ブランドからも男性向けが登場しているというメンズコスメ。梅田ロフトでは販売を始めた4年ほど前までは数えるほどしかなかった商品も今ではおよそ600種類まで増えたそうです。コスメってこれ結構種類あるんですけど、どんなものがあるんですか？そうですね、まずはあの BB クリームですね、お肌の色味の調子を整えるものであったり、それをあのポイントメイクができるもの、そしてアイブロウのようにこの眉毛の形を整えて、はい、デザインができるものですね。女性のメイクとほぼ変わらないというか。そうなんです、もう実際にこちらがですね、ほぼ女性の方でもお使いいただけるようなあの種類となっておりまして、他にも洗顔や化粧水、乳液などのスキンケアも充実。こちらは保湿やテカリケア、毛穴カバーがこれ1本で済むという大人気商品。さらにこちらが、メンズのネイルケアとなっております。ネイル出ました。これめちゃめちゃ今友達の中でも結構おしゃれ男子、はい、流行ってますよネイル。そうなんです、あの女性ものに比べると青や緑といった落ち着いたお色味となっておりまして、確かに爪ってやっぱ清潔感出ますからね。そうなんです、ビジネスマンの方だと結構この手先を気にされる方がいらっしゃるので、ネイルケアですね、メンズの方でもご利用いただけるものとなっております。メンズコスメって結構どんな感じの売れ行きなんですか？そうですね、当店をはじめましてロフト全体であの年々メンズの売り上げ上昇しておりまして、まずは若い方になりますと、はい、おしゃれ感覚としてあのご購入される方が非常に多いです。なるほど、確かに。そしてですね、はい、あの、まあ、20、30代やそれ以降のミドル世代の方、ビジネスマンの方ですとコロナ禍でリモートワークも広がっておりますので、カメラ写りを良くするために出し並みの一環としてご購入される方が多いです。もうメンズコスメが今もうグッと来てるて。そうなんです、トレンドになっているということなんです。とはいえ何から揃えてどうやって使っていいのかわからない人も多いのでは。そんなビギナーにぴったりのお店があるんです。ここは大阪心斎橋に去年9月にオープンした男性専門の美容サロン。お店の名前がミスターイケメンってもう今後ろに書いてあるんですけど、どういうお店なんですか？いろいろメニューはあるんですけど、まあ、メインとしてはメンズメイク、お出かけだったりデートだったり、はい、特別な日にするような単発のメンズメイクのものと、もう日常的に使えるような清潔感アップのメンズメイクのレッスン。レッスンがあるんですね、はい、垢抜けたイケメンをコンセプトに、手軽なお試し体験から日常的にメイクするための基礎を学ぶことができるこのお店。
レッスンはカウンセリングから始まり、なりたい自分や普段の睡眠や食事などの生活習慣などもヒアリングして、トータル的にアドバイスをしてくれます。結構丸つけてんな。僕もより良いメイクを目指すため、普段のメイク方法をチェックしてもらったんですが、厳しいダメ出しをいただいちゃいました。なんかちょっと全体的に雑、コンシーラーとかを塗る時もどこを隠したいのかとかを考えずにバーって塗っちゃってるから。でもじゃあコンシーラーの使い方は間違ってたってことですかね。全部にこうバッてるっていうのは。気になるとこだけでいいかなと思います。僕普段メイクした後なんですけど、化粧落とさなくてそのまま洗顔するんですけど、それってどうなんですか。とってもダメです。とってもダメ。化粧が洗顔だけだと落ちないので、ちゃんとクレンジングしてあげないと、汚い雑巾をそのまま乗せて寝てるのと一緒なので。汚い雑巾、言い過ぎじゃないですよね。本当に有名な話なんです。まだ間に合います。今ならまだ間に合います。本当ですか。今のまもう手遅れ感ありましたよ。メンズメイクの基本は肌の色を整えたり、肌悩みを隠したりするさりげないナチュラルメイク。お手本として今回は自然な韓国風メイクで今時男子に仕上げてもらいます。韓国風メイクに自然ってある。さっき化粧水をつけて、その後すぐに下地をつけてたと思うんですけど、それだと化粧水と下地が混ざってドロドロになってしまうので、必ず化粧水をつけて乳液をその後に挟んで。挟むんですね。はい、その後に必ずティッシュオフをしてください。特に男性の場合、汗や皮脂が多くメイクが崩れやすいため、メイク前のケアは大事なんだそう。ではまずは下地から。今回は明るめの BB クリームを使います。少しずつ丁寧にムラなく顔全体に伸ばすことがポイントです。コンシーラーなんですけど、先ほどこう出してファーってつけてたと思うんですけど、それじゃなくてこういうふうに手にちょっと出して、こういうニキビだったりとか、こういうポイントを隠したいところに塗っていくっていう感じ。そして下地が浮かないようにファンデーションとフェイスパウダーで整えます。すごい、なんかこんなに時間かけるんだなと思って。続いてポイントメイクへ。これは今鼻筋を作って、鼻が深く見えるんですか。すごいちゃんと鼻を、はい、そうです。おお、この鼻の先までちゃんと入れてあげます。お次は顔の印象を決める眉毛。アイブロウは女性もまだ苦手な人が多いので要チェックです。上向きの眉の方が垢抜けには向いてます。塗る部分をこういう風に枠で囲ってあげることによって描きやすさが増します。そして韓国風には欠かせないアイメイク。アイシャドウやアイライナーを使い分けて、まぶたや目元、涙袋にまつげの際まで色を入れていきます。さあどんなメイクに仕上がったんでしょうか。これ自然、ちょっとドリフっぽくなってない。大丈夫、韓国アイドル。どうですか皆さん。あ、でも可愛い。いかがでしょう。清潔感と垢抜き感を演出した韓国風のメンズメイク。メイク前と比べても一目瞭然。慣れも必要ですが、やっぱり丁寧にメイクすることが大事なんですね。これけど目の難しいですね。ミリ単位でこうやっていくのは、ね、少しメイクをバレてもいいかなという方向けのメイクですね。なるほど。一方で目立たずに顔の印象をアップしたい人におすすめのメイクも。せっかくなのでメイク未経験、最近シミやくすみが気になりだしたというアラフォーのディレクターさんに初体験してもらいました。ベースメイクとアイブロウがメインのシンプルなメイク。さあどう変わったのでしょうか。どうしたらいいの。自分でやってんねん。
いかがですか。眉を整えたことで顔全体がシャープな印象に。マスク荒れした肌も健康的に変わり、清潔感もアップしていますね。確かに。できる男になった。見た目変わって皆さんからいいねとか言われると、なんか自信がつくっていうか、気持ちがなんか強くなった気がしますね。男性も女性と同じで、メイクをすることによって第一印象がよく見られることで、すごく前向きになれると思うし、自信にもつながると思います。では皆さんもメンズメイクぜひやってみてください。どうぞ。